金平赤は、韓国出身のプロサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。J リーグでの登録名は、キム・ビョンスクだったが、本項目では言語に、忠実な、ビョンスク表記を採用することとする。高市実大学校からポルトガルに渡り、ビトーリア FC でプレー。2009年、日本のモンテディを山形に加入。 3月7日の J1 リーグ開幕戦、ジュビロ岩田、戦で来日初ゴールを決め、山形の J1 初勝利に貢献した。また、このゴールは、モンテリオ山形にとって、初の J1 での得点でもある。2010年12月1日、契約満了により、山形を退団することが発表された。2011年より、サガンとスエ完全移籍 17試合出場し4得点を挙げて、トスの初 J1 昇格を貢献したが、同年シーズン終了後に退団した。2012年から、サウジプレミアリーグのアルナスルに移籍。2012年7月、オ田タシチズンに移籍した。キム・ビョンスク選手完全移籍加入決定の、お知らせモンテリオ山形2008年12月29日付。 プレスリリースモンテディオ山形契約満了選手のお知らせモンテディオ山形2010年12月1日付けプレスリリースキム・ビョンスク選手モンテディオ山形より完全移籍加入のお知らせサガントス2011年3月3日付けプレスリリースキム・ビョンスク選手契約満了のお知らせサガントス2012年1月12日付けプレスリリースキム・ビョンスク選手アルナスルエ 完全遺跡のお知らせサガントス2012年1月20日付、プレスリリース、週刊サッカーダイジェスト別冊2009年選手メーカーにより、キム・ビョンスク選手の漢字表記について、モンテディオ山形2009年1月15日付、プレスリリース。ありがとうございます。